触れ合うことができます。例えば沖縄の浅瀬で暮らすおとなしい温かい生き物ですので、水の中で優しく触れ合ってみてください。砂の浮かび屋のマンボどれも本物の海の生き物ですので、水から出したり上から砂をかけたりすると息ができなくなるようにしまいます。触るときは水の中で優しく触れ合ってみてください。水から出